大見八幡市立図書館は、滋賀県大見八幡市の公共図書館である。2010年に、旧大見八幡市と安土町が合併して、新大見八幡市が誕生しており、旧大見八幡市域にある、大見八幡市立大見八幡図書館、旧安土町域にある、大見八幡市立安土地図書館の2館からなる。2014年度の大見八幡図書館の、 貸出冊数は446,370冊、来館者数は75,214人だった。2014年度の安土図書館の貸出冊数は91,340冊、来館者数は19,805人だった。2016年4月には、子供の読書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣表彰を受けた。 近江八幡図書館の地域資料コーナー、秋津戸の里資料室近江八幡図書館には、秋津戸の里資料室という地域資料コーナーが設けられており、近江八幡市及び滋賀県の地域資料を収集している。近江八幡市は古い歴史の上に築かれており、図書館は歴史的な資料を数多く所蔵している。近江八幡は観光地でもあり、 図書館は観光施設としての役割も有している点が特徴である。大見商人、ウィリアム・メレル・ボーリズ、友野よもぎ系豊臣秀ヨなど、大見八幡で活躍した人物に関する資料は網羅的に収集している。八幡田文庫時代や大見兄弟社図書館時代の収集物には、大見八幡図書館しか所蔵していない資料も多い。 美術評論家のリュウムネイオが1931年から1951年まで刊行した雑誌工芸は滋賀県内で大見八万図書館しか蔵書していない。前身の大見兄弟社図書館が児童教育に力を入れていたため、児童書は滋賀県内有数のコレクションであるとされる。さるかに合戦や花坂か G や大草原の小さな家の初版本など、 資料的価値の高い児童書も所蔵している。死刑囚の二宮邦彦は、福岡高知署内で転役奉仕を行い、1973年の死刑、執行までの11年間に約1500冊の転役書を制作した。大江八幡私立図書館は、二宮の転役書のうち776冊を保管しており、岡山県資格障害者センターが約100冊を 静岡県、富山県、滋賀県、兵庫県、熊本県などの盲学校、または視覚障害者施設が残りを保管している。大見八幡市立図書館が所蔵している二宮の転役所には、対抗期、日本対抗期、温州の彼方に、若い人、戦争と人間、冬の旅、マッチ売りの少女などがある。二宮は高知中に、 大見兄弟社の牧師や大見サナトリアムの看護師と知り合い、彼らが自費で送った展示記がきっかけで、罪滅ぼしや盲人伝道の支援のために転役を行うようになったのだった。大見八万市立安土図書館正面安土図書館は、安土城や織田信長の地域資料などを収集している。精神女子大学名誉教授の助野の健太郎から五千冊の蔵書の寄贈を受けて、 城格市やキリシタン市に関する特殊文庫、スケ健ケンタロウ文庫が設置されている。これらの専門書を求めて、大見八幡図書館、安土図書館の領館には、日本全国から研究者などが閲覧に訪れている。大見八幡を象徴する八幡掘り1873年には、大見商人の西川神五郎によって、八幡に進む風車文庫が設置されている。 鴨モ郡に隣接する神崎郡の北五箇所村には、1901年11月1日に神崎図書館が開館した。神崎図書館は、滋賀県初の教育会立の図書館であり、これに刺激されて1902年1月には、八幡町でも文庫開設の計画が立てられた。日露戦争開戦後には一時的に計画が中断したが、戦勝記念事業として、 文庫解説の計画が再開され、1904年11月23日に、加茂群教育開戦時期年文庫、八幡文庫が設置された。解説にあたっては、西川慎五郎が、図書12箱に専用館を寄贈しており、さらに町民から多くの金銭や図書の寄贈があった。この際には、文庫将棋委員会が組織されており、これは、 今日の図書館法で言うところの図書館協議会に相当する。文庫開設時の八幡町は1470個7254人の人口を有していた。日露戦争が図書館、または文庫建設の引き金となったのは全国的な傾向であり、滋賀県では本図書館を含めて八館の日露戦争記念図書館が設立された。当時は、 戦時記念文庫の設置が一種の流行を見せており、滋賀県には日露戦争時のものを含めて26巻もの戦時記念文庫が開設されている。開古時の八幡文庫は、維新町元の加茂軍役所内に置かれたが、1909年には、加茂軍教育会立から、加茂軍立に移行し、区内の八幡タ公道に移転した。 加モ軍役所時代の利用者数は年間300人前後だったが、八幡公会堂移転後の1909年には1673人を記録し、1910年には3516人、1911年には5395人となった。対象時代には年間1万人を超え、ピークの1916年には2万1758人に達している。 その功績が評価されて、1922年と1925年には、文部省から50円の奨励金を交付された。1923年には、軍政が廃止されたため、八幡文庫は再び、加茂軍教育会立となった。加茂軍教育会立時代には、年間約650円の潤沢な運営費を得ており、滋賀県の教育会立図書館の中では最も、 蔵書数が多かった。1935年には、鴨茂郡教育会から八幡町に移管され、町立八和図書館に改称した。新町の友野昌江門屋を転用して単独館となり、図書館令に準拠した図書館規則が制定されている。彦根市立図書館、水口町立図書館、安町立図書館に次いで、滋賀県4番目の公立図書館である。 調律時代には年間約700円の図書館費を得ていた。蔵書数は100、00札を超え、年間利用者数は2万8000人を超えた。会館までの歩みボーリズが設立した大見兄弟社アメリカ人建築家のイリアム・メレル・ボーリズは1905年に日本を訪れ、滋賀県立商業学校の英語教師となった。ボーリズは1910年にボーリズ合名会社を 1920年には、大見セールズ株式会社を設立し、1934年には、大見セールズを、大見兄弟社と改称した。大見兄弟社関係では、大見兄弟社図書館の設置以前にも、8万キリスト教青年会図書部などとして、文庫的な活動が行われていたとされる。日本で、軍国主義的風潮が高まりを見せると、キリスト教の伝道を目的としている。 大見兄弟社への風当たりが強まった。二代目館長を務めた大橋逸夫は、戦時体制下で電動らしい電動ができない時代に、せめて図書館事業を推進することによって、間接的な電動を狙っていたと思いますとの、見解を述べている。1940年には、紀元2600年記念行事として、図書館を建設することが決定し、日本各地の先進的な図書館、 約35巻を視察した上で、1940年12月11日に、大見兄弟社図書館が開館した。開戦前の経済統制下であったため、図書館の建物にはため心待ち中の教会堂を転用している。開館式では、東京帝国大学図書館で、司書館を務めていた中田邦蔵の講演が行われ、同志社大学の牧野虎次総長も列席した。 開館時には、八幡町の人口を超える、約2万冊の増書を有していた。ボーリズは1941年に帰化してからは、一柳メレルと名乗っている。戦前一般公立図書館のごとく小さい形式に、束縛されることなくメンソレーダムの本邦資源として、経費にも恵まれないにも揺るがごとき、文化精神を宿しているのであるから、今後遠からずして、 我が国図書館会に移植ある存在となることも、決して難しくはないであろう。大見兄弟社図書館会館について、図書館、雑誌1944年から1947年まで、大見兄弟社図書館が入っていた、大見八万、YMCA 会館大見兄弟社図書館の、会館後には、巡回文庫を設置し、一箱に20冊の本を詰めて、町内の会館を巡回させた。 1941年4月には、大見兄弟社図書館長の吉田悦三らによって、滋賀県図書館協会が設立され、さらに5月には、大見八幡で、日本図書館協会滋賀県支部が結成された。吉田が、日本図書館協会滋賀県支部長に就任し、未設置だった滋賀県立図書館の設置運動に、尽力している。会館からほどなくして、 太平洋戦争が開戦し、職員の王将、建物の明け渡し、おさむ所の困難などから、図書館は現状維持もままならなかった。1943年頃の閲覧者数は1日あたり約50人、貸し出し冊数は1日あたり約25冊であり、文学物や戦記物が多く読まれた。同年4月1日から10月31日までの、 統計によると、貸出冊数は、大見兄弟社の男性社員が567冊、工場学園生徒が513冊、大見兄弟社女学校生徒が54冊、八幡町民の男性が1167冊、八幡町民の女性が348冊、大見療養院関係が139冊で、計2778冊だった。 1944年12月には、大見八幡 YMCA 会館の一部に移転した。戦後戦後には、図書館事業が軌道に乗った。キリスト教関係書、英語系文書、新聞雑誌の収集に重点を置き、1948年には、キリスト教文庫を設置したが、仏教書も、キリスト教関係書と同様に収集する配慮を行っていた。 1946年7月頃の八幡町の人口は約1万4000人だったが、図書館の蔵書数は1万5788冊、回避制の読書会員は361人であり、来館者数は1人当たり約80人だった。図書の貸し出しのかに、巡回文庫、英語短期講習会、科同好会、講演会、座談会などの事業を行っている。 1947年には貸出図書の紛失が相次いだため1ヶ月10円の会費を収めた会員にだけ貸出を行う制度に切り替えた。八幡町による町立図書館の運営が財政難によって困難となったため町立八幡図書館の蔵書が八幡町から大見兄弟社図書館に移管された。1947年11月10日には 大江兄弟社図書館が、大江八万 YMCA 会館から、友野の昭門屋に移転する形をとり、町立図書館時代の建物で運営が、大江兄弟社に移行した。外国出身の一柳が、大江商人の邸宅を買い取ることには反発もあった、ため、有力商人が一柳に、友野の昭門屋を退職する形を取った。 友野の松江門屋の建物全体の延べ床面積は693平方メートルである。友野の松江門屋移転時の開館時間は9時から16時30分だった。江北港区町立彦根市立英山文庫、大見兄大社滋賀県立滋賀県の図書館一覧戦後、しばらくして電力事情が向上したことから、1948年2月からは夜間開館を実施して、 公表を得た。1948年以降には、八幡町が公民館を設置し、大見兄弟社による運営はそのままながら、公民館と書部が設置された。1950年には、開館時間が12時から18時に変更され、日、日、どの週3日のみ12時から21時30分となった。この頃の1日あたり来館者数は213人。 つ日あたり、貸し出し冊数は139冊だった。1950年の蔵書数は、キリスト教文庫約3000冊、一般書約3万2000冊、自動書1681冊だった。1951年には、部分的に、開花式を採用したことで利用者数が大幅に伸びた。大見兄弟社図書館の自動奉仕活動には、市柳の妻である、 一柳真貴子の幼児教育館が反映されており、本の貸し出しだけでなく、ストーリーテリングなどの活動も行われた。1957年には館内に児童学園を設置し、英語や音楽などの学校外授業の場となった。1958年には大見八幡市内で児童に対する図書館奉仕の全国集会が開催されており、この集会には、 大見兄弟社図書館も関与している。1953年1月から8月の1日あたり、来館者数は264人であった。年間予算は210万円、八幡町民一人あたりの図書館費は123円であり、大阪府立図書館の総予算3700万円、大阪府民一人あたり図書館費9円72銭を、はるかに上回っていた。 1954年には、八幡町を中心とする一町四、村が合併して、大見八幡市が成立した。1940年の大見、兄弟社図書館会館から20年間で5人の館長がいたが、1960年には、内住松佐像が退任して市柳自身が館長に就任した。1964年5月7日には市柳が亡くなり、 社内層や、国別式の際には、図書館も、休館となった。1969年度の来館者数は59,779人、貸出者数は4759冊であり、2,205人の、会員がいた。1935年から1997年まで、町立、私立、教育会立、 私立の図書館として使用された、ともの昭衛門や戦後の滋賀県では、彦根市立図書館、水口町立図書館、滋賀県立図書館の公立3館に、私立の大見兄弟社図書館と財団立の広北図書館の2館を加えた5館しか存在しない、状況が長く続いた。1974年には、大見兄弟社が倒産したため、1975年には、 大見兄弟社図書館が閉館し、図書や備品は大見八万市に寄贈された。大見八万市は図書館業務を財団法人八万教育会に委託。八万教育会は大見兄弟社図書館の建物や図書をそのまま使用して、1975年には教育会立の大見八万図書館が開館した。大見八万図書館の会員のうち、館長を含む二人は、 大見八幡市職員であり、市からの運営補助金も増額された。しかし、大見八幡図書館はあくまでも、市立図書館であり、その収入の一部は、会員から集めた会費で賄われた。1980年頃には閲覧室や書庫が手狭となり、滋賀県立図書館の館長を務めた、平田森江は、由緒ある、友のよもぎ景卓も、今や、古職創然、書庫は、 図図書書であふれ、閲覧室もも狭く、最もみずぼししいい館と評している。1978年には、滋賀県における戦後初の図書館として、森山市立図書館が設置され、1970年代末には、安町立図書館と今津町立図書館も開館した。1980年3月には、滋賀県図書館振興対策委員会が、 図書館振興に関する提言を行い、この提言に基づく補助施策で図書館の設立が活発化した。1981年には大津市立図書館が、その後長浜市立図書館、草津市立図書館が設立された。1983年3月24日には図書館が入っている友野昌江門屋が大見八幡市の文化財に指定されている。 同年4月1日には、大見八幡市が市立図書館設置に関する条例を、制定、施行し、大見八幡図書館は、大見八幡市立図書館に改称した。滋賀県の7市中6番目の市立図書館である。1985年には、妖怪地市立図書館が開館しており、滋賀県の市における図書館設置率は100%となっている。一点準備のために、 新町時代の建物は1997年3月末で閉館となったが、町立、私立、教育会立、私立の図書館として計62年間も使用された。寮と貫杖が印象的な内部空間1991年には新館移転に向けた検討が始まった。1995年12月に新館の建設に着工し、 1997年3月に竣工した。建設時には戦国時代の遺構が発掘されたため、大見八幡市教育委員会は、豊臣秀寺の館や家臣の屋敷などの本格的調査を実施し、石垣や屋敷地が安土城に匹敵する規模であることが確認されている。新館は1997年7月から仮開館し、10月25日に正式に開館した。 新館に移転した1997年の人口は67,196人だったが、移転時には人口が同等の自治体と比べて延べ床面積でも施設面でも充実した図書館だった。1999年には利用者用の蔵書検索端末を設置した。1999年から2008年には子供向けの夏休み企画として、 階段の読み聞か世界を行っており、2016年には8年ぶりに、この読み聞か世界を復活させた。2004年4月には、友野小エモニアが、大見八幡市立資料館の一館として、再開館した。合併で新大見八幡市が誕生した2009度末、の人口は8万1792人だった。2010年3月21日には、 旧大見八幡市と安土町が合併して、新大見八幡市が誕生し、大見八幡市立図書館は、大見八幡市立大見八幡図書館に改称している。2014年4月に行われた、大見八幡市長選挙で、再選した藤谷秀正は公開討論会で、新市長者に子ども専用の図書館や、高齢者向けのギャラリーを設け、世代に応じたい場所を作りたいと語っている。 2015年には長沢悟東洋大学名誉教授を会長とする大見八幡市における図書館のあり方懇話会が発足した。半年間に5回の会合を行った上で検討結果を中間報告として2016年1月11日に大見八幡市長と教育委員会に報告。同日に開催された図書館のあり方に関する市民コーラムには200人を 超える参加者があった。さらに2回の会合を行った上で、同年4月には、新幹設置の可能性も含めた、最終報告書を市長に提出した。加茂郡安土町では1979年に、安土町公民館と書室が開け出した。滋賀県統計協会が1988年と1990年に、安土町で行った町づくり意識調査では、 いずれの調査でも図書館設置の要望が上位に上がった。1991年度から建設基金を積み立て、1992年7月に建築設計協議を実施、同年11月に建設概要を決定した。1993年7月7日に寄港、1994年5月20日に竣工し、10月1日に安土町立図書館が開館した。 1996年度には金曜日の夜間開館を開始。1998年度には移動図書館の運行を開始したが、2002年度には運行を休止している。2002年2月1日には2年後に予定される山町の合併を睨み、安土町、五花省町、野戸川町の3町の在住、在勤、在学者が山町すべての図書館を利用できる。 広域利用を開始した。しかし、約1年後の2003年度末には、広域利用を廃止し、結局山頂の合併話は流れた。採用する職員は、館長も含めてすべて市所資格保有者だった。2010年3月21日には、安土町と旧大海八幡市が合併して新大海八幡市が誕生し、安土町立図書館は、 大見八幡市立安土地図書館に解消している。2011年には安土図書館と大見八幡図書館の図書管理システムが統合され、館をまたぐ検索や予約などが容易になった。大見八幡市中心部における図書館所在地の遠隔図書館があった新町通りの町並八幡商人の初代、友野昌江門は、官営年間に江戸、日本橋に大木屋を構え、 あざぶ、畳表、蚊帳の商売で財を成した。五代目、友野昌江門は、大阪、淡路二丁目にも店を構え、元織のリナが、上田明成、与さ武村らと交友のある国学者でもあった。友野昌江門屋は七代目、友野昌江門が、文政十年より、天保十一年に建設した本家であり、当時としては珍しい切妻作りの日本家屋である。明治時代には、 友野のし門うが、八幡町に譲渡され、八幡神人情高等小学校、八幡町役場、八幡高等女学校として使用された。1935年に、町立八幡図書館として開館してから、私立の大見兄弟社図書館を経て1997年に閉館するまで、友野のし門うえは62年間も図書館として使用された。 1998年秋以降には、ヤワタ神城高等小学校時代の姿への復元が計画され、屋根瓦の吹き替え、手楼の設置、壁の塗り直しなどが6年がかりで行われた。ヤワタ公園の現行館ヤワタ公園時代の建物の、設計は佐藤総合計画、総建設系共同企業体、志向は大成建設、秋村組、共同企業体、 鉄筋コンクリート構造、一部木構造2階建てである。敷地面積は7134.67平方メートル、建築面積は2831.17平方メートル、延べ床面積は673.69平方メートルである。開館時点の延べ床面積は、滋賀県立図書館に次いで、滋賀県第2位だった。 図書館の屋外空間は、ヤワタ公園と一体的に整備されており、敷地内には武家屋敷の遺構も取り込んでいる。緩い勾配の大屋根には、地元産のヤワタ瓦を用い、ヤワタ山城のある角翼山への上昇感が強調されている。内部は、開花のある東側と管理運営を行う西側に、明確に分けられている。内部の天井は、屋根の形状を素直に表現しており、 両と面づえには大断面の集積材を用いている。段差のないワンフロア型の図書館であり、母子連れのために授乳室を備えている。ありがとうございます。